バンコク診療館は沖縄県名護市にあり、東、シナ海に面する沖縄県立のリゾートコンベンション、施設である、部、瀬名岬の先端に立地する。沖縄県により建設され、九州、沖縄サミットの首脳会合会場として2000年7月から、使用が開始された。名称はかつて、首里城正殿にあった、バンコク診療の鐘に由来する。管理。 運営は、財団法人沖縄観光コンベンションビューローが行っている。世界中から取り寄せた建築素材に琉球瓦や琉球石灰岩、月頭紙など沖縄ならではの自然素材が使用されている。会場が利用されていない日は無料で見学ができる。部、瀬波崎の敷地内に入る際、入り口警備に来館目的を伝える必要がある。サミットホールでは、 沖縄サミット時の様子の写真が展示されており、ホール内から東、品川を一望することができる。敷地内には、小渕慶造元総理の像がある。2001年4月に、小渕慶造、九州、沖縄メモリアル混流委員会によって混流された。2007年4月から、結婚式場としての利用も開始され、1日1組限定で、 バンコク診療館リゾートウェディングを実施している。その他、各種学会、フォーラム、シンポジウム、レセプション、各種企業展示発表会、各種企業周年記念、各種団体総会等が数多く行われているが、主催者により公表はされていない。バンコク診療館の設置及び管理に関する条例バンコク診療館サイト、ありがとうございます。